スーザン・マーガレット・コリンズはアメリカ合衆国の政治家。現在は連邦上院議員を務めている。所属政党は共和党で宗教的にはローマ・カトリックの信徒である。同じメイン州選出のオリンピア・スノーなどと共に共和党の中でも恩恵、リベラルな投票行動、政策を取る、いわゆるロックフェラー・リッパブリカンの一人として知られる。1五十二年十二月七日、 メイン州カリブーにて、ドナルド・コリンズとパトリシア夫妻の間に、6人兄弟の、うちの一人として生まれる。実家は1844年から100年以上続く、製材業者であり、現在も二人の弟が経営している。コリンズ家は、政治と縁が深い一家で、父母は共に、カリブー氏の市長を務めたことがあるほか、 父のドナルドについてはメイン州議会の上院議員を務めた経歴も持つ。また、おじのサミュエル・ W ・コリンズ・ジュニアは1988年から1994年までメイン州最高裁判所の判事を務めた法律家である。高校時代は地元のカリブー公立高校に在学。在学中は生徒会長を務めたほか 最終年時代席時の1971年には、連邦議会上院が主催するユースプログラムに選抜され、ワシントン DC を訪問、同郷でアメリカの女性政治家の先駆者的な存在であったマーガレット・チェース・スミス上院議員に面会している。高校卒業後は、ニューヨーク州のセントローレンス大学に、進学、1975年に、最優等の成績で卒業する。 大学在学中は、かつて父親も在籍していた、学生団体、ファイ・ベータ・カッパに所属している。大学卒業後は、同じメイン州の出身で当時若手の連邦会員議員であったウィリアム公園のスタッフとなり、1987年まで公園の下で働く。このうち1981年から1987年までの7年間は、上院国土度安全保障。 政府問題委員会の政府活動、連邦職員及び、コロンビア特別区間市省委員会で、スタッフディレクターを務めた。1987年に、公園議員のスタッフを辞職して、メイン州に帰郷ジョン・マッカーナン州知事の任命を受け、金融規制当局のトップとして、政権入りする。1992年まで同職を務めた後、同年に、 ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領からの指名を受けて、中小企業局のニューイングランド地域担当局長に、就任、ビル・クリントン政権に交代するまでの約1年間、同職を務める。中小企業局を辞した後は、マサチューセッツ州の副財務官を1年間余り、務めた後、1994年のメイン州知事選挙に出馬する。この選挙では、共和党の予備選を勝ち抜き、 女性候補者としてメイン州史上初となる主要政党の知事候補指名を受ける。しかし本選では無所属ながら州内で抜群の知名度を誇る実業家のアンガス・キング民主党指名候補のジョゼフ・ブレナン元州知事との密どもえの混戦の末結局キング、ブレナンの両名に次ぐ3位に敗れる。州知事選敗北後は地元の大学がした 家族経営の小規模企業の事業主、従業員にセミナーやワークショップを提供するリチャード・イーダイク・センター・フォー・ファミリー・ビジネスの初代所長に同年12月に就任、1996年に連邦上院議員選挙に出馬するまで同職を務めた。1996年、コリンズは同郷でかつての上司でもある上院議員のウィリアム・コーエンが引退。 不出馬を決めたことから、後継として、連邦上院議員選挙に出馬する。前任者である公園の指示を取り付けたコリンズは、共和党内の予備選を勝ち抜き本選に進出。本選挙では1994年の州知事選でも、戦った元州知事のブレナントの事実上の一騎打ちとなったが、全体の49.2%の票を獲得し、勝利した。 2002年に実施された改選では民主党衆議会上院議員のシェリー・ピングリーに対して58%対42%の得票率で勝利し再選を2008年に実施された改選では民主党連邦会議員のトム・アレンに対し61.5%対38.5%の得票率で勝利し参戦し現在3期目の途中である 二千二年と二千八年の選挙では、いずれも対立候補に対して過半数以上の票を獲得しているほか、州内すべての軍で対立候補を上回る票を獲得、勝利している。コリンズは共和党の中でもしばしば主流派に比べて、より恩恵、リベラルな投票行動、政策を取る、いわゆるロックフェラーリパブリカンの一人として知られ、そのスタンスはタイム氏から、 ザラストサバイバーズ・オブ、a ンスコモンスピーシーズ・オブ・モデレート・ノーシースターン、リパブリカンの一人と評されたこともある。また、同じメイン州選出活動制で、さらに同じ、モデレート・リパブリカンの代表的な政治家として知られる、オリンピア・スノーとは、同じ投票行動を取ることが多く、スノーと並び称されたり比較されることも多いが、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が成立を目指した。 減税法案について賛成票を投じるなど、そのスタンスはスノーに比して半回転ほど保守的とも評される。また、所属する議員連盟も、リパブリカンメインストリートパートナーシップなど、共和党内でも恩恵派、リベラル寄りとされる議員が所属する議員連盟が多い。共和党内では、前述のように主流派である保守派よりも恩恵 リベラルな投票行動や政策を取ることから、中道派の一人とみなされているほか、民主党と立ち位置が近いことなどもあり、超党派的な思考を持つ議員の一人と考えられている。そのため、超党派的な政策協議、遂行が望まれるケースには、しばしばコリンズの名前が登場することがある。例えば、2005年に、 ジョージ・ W ・ブッシュ政権の言った連邦控訴裁判所判事の指名に関し、当時少数党であった民主党側がフィリバスター戦術で指名承認を阻止しようとしたのに対し、多数党であった共和党側がこれを阻止、無力化すべく強行手段、いわゆるニュークリアオプションに打って出ようとして激しく対立した問題では、政権、 共和党側と民主党側の妥協を図ることで、フィリバスターやニュークリアオプションへの発展を阻止しようとする、両党有志議員のグループ、14人のギャングの一員として活動し、妥協案の模索、策定、可決に尽力している。また、次のバラク・オバマ政権下では、オバマ大統領と民主党が成立を目指す、法案について、共和党議員の多数が反対する中で、 他の共和党恩恵派の議員と共に賛成票を投じることも多い。特に、オバマ政権が可決に尽力したとされる、景気対策法案や、金融規制改革法案の成立においては、前者では、オリンピア・スノー、アーレン・スペクターの両議員と共に、後者では、スノー、スコット・ブラウンの両議員と共に、共和党から賛成に回り、 フィリバスターの可能性を排除できる安定多数での可決実現に貢献している。また、同性愛、同性婚に対して寛容な立場をとっており、同性愛、同性婚に否定的な立場を取る政治家、党員が多い共和党の中にあって、ヘイトクライムの防止に関する法案や、低所得の HIV 患者に早期治療を促し、エイズへの進行を防ごうとする政策を盛り込んだ、 法案など、LGBT コミュニティと関わりの深い法案を積極的に提出している。このことから、共和党の政治家でありながら、LGBT の人権団体、ヒューマンライツキャンペーンから支持を受けている、極めて珍しい政治家の一人である、上院国土安全保障、行政問題委員長を務めている。2020年10月26日、トランプ大統領が指名した、 最高裁判事候補、エイミー・バレットに上院の承認投票で唯一反対票を投じた共和党の上院議員だった。11月3日の選挙で5期目の当選を獲得した。ありがとうございます。